機に味方のふりをしていろんな情報を入手できる。例えばどこにいるかわからない木原あまたの居所を本人の口から教えてもらうとかな。いつから仕込んでやがった。事件そのものは偶然さ。ラストオーダーがさらわれることが分かってりゃさすがに事前に止めようとは思う。だがそれ以前から木原との窓口は用意してた。今回はそいつを利用させてもらったってわけだ。さてこっちもバレたら終わりの命がけだ。ただそれじゃ不公平だ。木原の野郎にも命をかけてもらおうぜ。木原の野郎、あのガキをさらって何をしようとしていると思う。さすがにそこまではな。俺が用意したのは窓口であって盗聴器じゃねえ。計画の詳細まではわからねえよ。単に俺への復讐って線もあるにはあるが、黒幕の人物像と一致しない。予想できる範囲のことを起こすやつじゃねえんだ。俺の頭で想像できている時点でまだ甘い。あいつは絶対にそれ以上のことを起こす。これがその予想外ってやつかい。そういえば木原あまたがさらったのは司令塔だったっけ。トラウマ引きずっているようならここは引いておけ。こっちで優しく片付けておいてやるよ。待て、これは壁だ。俺が乗り越えなくちゃならねえ壁だ。遊んでやるよ三死体。勝負ですね。見学させてもらうとしますか。いいか、どうか、こいつでどうだ。いいか、どうか、こいつでどうだ。どうか、こいつでどうだ。こいつでどうだ。どうか、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 こいつでどうだ。どうか、クソつまんねえ、しけてやがる。お疲れさん。行動不能、作戦の遂行を中止しますと。美坂は全員命に別状なし。綺麗さっぱり意識だけを落とす。やればできるじゃんヒーロー。黙れよクス野郎。殴った時点で善人とは程遠い。なんだよなんだ、もうご到着かよ。つまんねえ。あ、その調子だとシスターズは粉々にしまったわけ。いやだね、もっともがき苦しむ様を想像していたのに。や、お前それによ我が物顔で隣に立っちゃってるサングラス君もいただけねえよな。人様を裏切ってんならもう少し申し訳なさそうにできないもんかな。あいにくと裏切りは得意技の必殺技なもので。まあいいや、クソ野郎も裏切り者もどうせすぐに踏みつぶされんだ。仕込みはすでに終わってる。あとはてめえらが真っ赤に染まりゃエンターテイメントの完成ってわけよ。
んだこりゃ。 AIM 拡散力場の集合体、科学とは縁遠いもの。ミサカネットワークを呼び水に、ありとあらゆる能力者の力の流れを投与した慣れの果て、わかるか怪物。こいつは、こいつこそ。こんなくだらねえもんのためにお前はあのガキに手出したっつうのか。遊んでやるよ、三下。戦いたくなんてないけど。見学させてもらうとしますか。こいつでどうだ。ほら、こいつでどうだ。こいつでどうだ。ほら、こいつでどうだ。こいつでどうだ。ほら、ほら、ほら、いけない、逃げて。どうしてこんなこと。遊んでやるよ、三下。戦いたくなんてないけど。見学させてもらうとしますか。こいつでどうだ。ほら、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 こいつでどうだ。ほら、こいつでどうだ。ほら、ほら、ほら、どうしてこんなこと。遊んでやるよ、三下。戦いたくなんてないけど。見学させてもらうとしますか。地味が荒いことで。こいつでどうだ。こいつでどうだ。
つまんねえ。しけてやがる。お疲れさん。木原の野郎は消えやがったか。くそ、いけよ。こんなもんは命に関わる傷じゃない。一人で面倒を見れるレベルだ。それにお前にはもっとふさわしいパートナーがいるだろう。逃げて逃げて逃げまくって体勢を立て直そうとしたのによ。これじゃ月並みな手を使うしかねえじゃねえか。こいつの命が惜しけりゃ言うこと聞きやがれってやつだ。おっと、奇跡を願うのは筋違いだぜ。こいつの頭にあの怪物を呼び出すためのウイルスをぶち込んでる。意識レベルは上がらねえ。事態を動かしたいならガキに頼るのは良くない。てめえ自身が動かねえとな。本気で言ってやがるのか。何、そのガキに干渉できる存在がたった一つだけいる。そのガキとつながって引きずり出されていたヒューズ・カザキリとかいう怪物だ。まさか。ずっとそのガキの覚醒を促してくれていたらしい。あの怪物、お前が思っているほど怪物じゃなかったみたいだぜ。てめえ下がってろ。うん。で、ミサカはミサカは答えてみたり。クソが。ヒューズ・カザキリ、出ろ。どうした、早く出てこい。そしてあいつを殺せ、殺せ、殺せ。よう、木原。俺はここまで覚悟を決めたぞ。このガキに、ここまで、お前の醜いスプラッターを見せる、覚悟をな。くそったれが。